現在の大村市久島に昔ながらの趣を残す武家屋敷跡があります。この主が明治時代に活躍した政治家楠本正孝です。正孝は天保9年1838年に串間城下岩船、現在の大村市串間2丁目に生まれました。正孝は殿様のそば使いをする馬回りという役目に始まり、藩校五校官の監察・頭取を務めました。徳川幕府の政治手法に疑問を持った正孝は、渡辺昇ら大村藩37子の一人として大村藩の勤皇倒幕運動の中心人物として活躍します。明治新政府では長崎府判事という貿易港長崎を治める役に就き、この仕事で後の外務大臣となる井上馨と交流を持ちました。正孝は上京し外務大丞という仕事に就きます。この時大久保利通は正孝の政治能力を高く評価し、新潟県令知事に任命。当時新潟県は多くの問題を抱えていましたが、正孝はそれらを解決、信濃川の工事を行い、役所の仕組みを整え、銀行を設立しました。また我が国最初の県議会を招集するなど、新潟の都市基盤整備政策を行いました。特に正孝は新潟で公園作りに取り組みます。それまで日本には公園というものはありませんでした。都市整備計画における都市公園の重要性を知る正孝は公園建設に取り掛かります。こうしてできたのが日本初の都市公園、白山公園です。新潟での正孝の功績は語り継がれ、この白山公園内には正孝の銅像が今も立っています。正孝は明治10年1877年東京府知事となり、ここでもいくつかの都市公園を建設します。その後元老院議官や東京市議会議長を務め、明治23年1890年には衆議院議員に当選、明治26年1893年からは第3、4、5代の衆議院議長を務めるなど、国政の重要な役職に就き近代日本を築きました。明治29年1896年には数々の功績を称えられ、男爵の称号が付与されました。明治35年1902年65歳で激動の生涯を終えました。正孝が明治3年1870年に建てたこの家は現在も生誕地岩船に残っており、旧楠本正孝屋敷として武家屋敷の見学と正孝の功績を知ることのできる貴重な場所です。